令和元年12月17日、阿蘇市又石の阿蘇西小学校で人形浄瑠璃の公演がありました。阿蘇西小学校を訪れたのは、兵庫県南淡路市の淡路人形座です。学校では、子どもたちに質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を与え、豊かな想像力や思考力を養うことを目的に公演と体験が行われました。まず最初の演目、生き写し朝顔日記、大井川の段では、事前のワークショップを受け練習をした6年生22人が太夫を務め、浄瑠璃を語りました。合わせて食べと、片時を。次に、人形浄瑠璃の浄瑠璃を語る太夫、太棹尾と呼ばれる三味線、そして人形について分かりやすく説明。その後、5年生の児童が実際に人形の操り方を体験していました。また、次の演目、恵比寿舞では、6年生の3人が舞台に上がり、庄屋の人形を操り、恵比寿様にお神酒を継いでいました。最後に、児童から淡路人形座へ感謝の言葉と花束を贈呈し、記念撮影をして、この日の公演が終了しました。